日本富山県魚津市本心本心は富山県魚津市の旧新川郡道下村時代から存在する地区であり、町名の一つ。工業地帯を本心、住宅地を本心町と区別し、現在も大半の地域は道下地区の一部である。村木、村、木町、緑町、末広町、釈迦堂、駅前新町、北鬼江地区と富山湾に面している。 郵便番号は本、本心、本心町いずれも937-0068。もともとは、北鬼江の一部であったが、北鬼江から分村した際に、新村と称していた。後にこの村より、新たに、北中村が分村したので、本新村と称するようになったと言われている。和津駅の東口は、釈迦堂であるのに対して、西口が本心町である。地理的には、市の中央である。 近年徐々に住宅やアパートが増えている。地区内には日本カーバイド工業ウオーズ工場やその引っ込み線跡などがあり、同社の紙を工作が研究の偶然の産物として人工イクラを開発した。また、ウオーズ市の中心部にあり、愛の風と山鉄道ウオーズ駅の西口、富山地方鉄道新ウオーズ駅の駅前に位置し、アパートや住宅地が立ち並んでいる。 富山湾に面していて、新気楼の展望地としても知られる。ウオ津大化後から1985年までの整備により、地区内には都市計画街路、ウオ津中央線が開通し、地区内の交通事情が大幅に改善された。2018年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。